実は吉野先生のところでいよいよ吉野先生が、政治家を目指して、4月の21日東京プリンスホテルで、立党の立ち上げをやります、ここにあるようなそうそうたる面々が応援に駆けつけます。ぜひとも休み時間にですねこのチケットを販売をしておりますので、お買い求めいただければというふうに思います。以上で、私の方からの説明です。でもう一つですね、私の友人の清水正明さんという方がですね、毎週火曜日と木曜日厚労省前で、厚労省の皆さんの正義感と使命感を奮い立たせる会ということでですね、内部告発をやってくれとということで、毎夜この火曜日と木曜日の9時から10時声を上げておられますので、わしも喋ってやるぞという人は参加をしていただければというふうに思っております。はい、時間ちょうどなりました。それでは吉野先生に、パンデミック条約保険、国際保険規則とは何かということでお話をいただきます。先生よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。吉野と申します。今日はこういうお題目をいただきましたのでお話をさせていただきたいと思います。今も一生懸命このパンデミック条約措置のためにですね、日夜治療もしながら政治活動もしながら本を書いたりやってるわけなんですけども、まあ本当にもうこの国民の意識がないというかね、もう嘆かわしいんですけども、かといってだから国民がバカだとかじゃあやる気がないとかいうこともできないので、もうやるしかないので、私いつも言ってますけど絶対に諦めないで、万が一もしこれが通ってしまうんだったらこれをもうどうやって骨抜きにするかですよ。で骨抜きにもできないんだったらもう WHO から脱退するしかないと。で WHO から脱退できないんだったら国連から脱退するしかない本当だ。もう最後の手段は憲法を改正するしない、いろいろありますけども、それは国民投票にかけられることになってるから最後の最後はまだ日本人にですね、決定権が残ってるわけですよ。そこまでも含めてもうやらなければいけないというふうに思っています。今年はですね、まあ、これよく講演の最初に使ってるんですけども、皇帝大慶というのがございまして、今から2200年ほど前の世界で一番古い医学書です。波乗り社は臓器を直し、今日もたくさん臓器を直してまいりました。手術もやりました。3時間半ぐらいかかってやってましたけども、どれだけ難しい手術であったり、どれだけ高度な医療技術であったり、どれだけ高度な薬剤ですとかね使ったとしても、それは所詮臓器を治せる過ぎない対症療法である。良い医者は患者を治すと。例えばそうですね、タクシーの運転手さんが老眼で近眼で白内障だと。私も老眼も近眼もあります。その人が、ただその人が目が悪いから治すんだったら、これは会になってしまうわけですけども、まあ例えば息子さんがね、大学に入って一生懸命勉強してると、父子家庭で奥さんがいないと、亡くなっちゃったと、私が働かなければ彼が大学に行かせることができないという人が目を良くするっていうことはですね、その人だけではなくて家族も治してるわけですよね。こういうのが良い医者である。でもこれは中くらいの医者であると。良い医者は世の中を治す。それはなぜかと。何でも原因除去だからです。月曜日にですね、ある歯科の患者さんが来まして、手術をしなきゃいけないと。で血液検査をしましょうと言ったら、コレステロール値がもうべらぼうに高いわけです。あなたは脂っこいもの食べてませんかって、私は脂っこいもの大嫌いです。唐揚げも食べないし、ね、天ぷらも食べないし、何食べてるんですかって言ったら、お菓子は食べますよ。お菓子の中にはたくさん油が入っております。それもパーム油っていうね、一番体に悪いよ。お菓子は油じゃないっていうか、あなたの分類ではそうかもしれないんですけど、もうたくさん入ってるんですよと。で、じゃあメタトロンという機械があるんですけど、周波数で測定しましょうと言ったら、脳の血管がものすごく悪いっていうデータが出てきたんですね。それで説得してね、脳の血管の MRA っていうんですけど、MRA を取ってくださいと。脳の MRI を取ってくださいです。
今年はですね、私今年57になりますけど、その人47ですよ、まだ私10歳年下ですけども、もう血管が3箇所ぐらい詰まりかけていて、詰まったらもう脳梗塞ですかね。詰まりかけているところで見つけることが大事なんです。白質病変といって、もう直径1ミリぐらいの小さい脳梗塞が20箇所ぐらいありました。それから消化体といって、頭のちょうどど真ん中にあるんですけど、この重力とか光ですとかね、こういうのセンサーです。この消化体っていうところを使って、例えば女性だったら月経周期があるわけですよ。 月が地球に離れたり、28.5 日の周期ですけど、まさに女性の月経時代が月の引力によって行われているから月経っていうんですけども、まあ、その方はもうここの消化体が悪くなってくると、時間の概念とか、それ季節の概念とかなくなってくるんですね。要するに体内時計が壊れてるんです。その話をしたらね、さめざめしく泣きながら、私はね、もう遅刻が多かったりとかね、約束を守れなかったりとか、頭が悪いかと思ってたら、そうなってたんですかって、そうですよと。脳の消化体っていうところが植物性の油の取りすぎで石灰化してて、そしてあなたの血管が壊れてて脳梗塞になる寸前でね、そしてあなたはこれから歯周病のための手術をしようとしてたのが、血管が治りが悪いっていうことが分かったんだから、じゃあどうするかって言ったら、食べ物を考え方変えるしかないんですよ。それが本当の原因除去療法だということを、この国を治すためにも当てはめるわけですよ。パンデミック条約ダメです。ただダメで反対って言ってデモしてても、なんで反対なのかが分かってなければ意味がない。つまりどうやったらこの国を治せるかとかっていうのは、どうやって病気の患者を治すかと同じことなんで、だからそれができるのが上位、つまり上位というのは微量で治すっていうんです。ブラックジャックみたいな、実は貝なんですよ、オペで治してるのは。病気になる前の人を見つけて治せるのが本当の医者なんだということですね。私はこのスライドをもう20年以上使ってますけど、必ずどこで講演するというのを使ってます。まあ今日も置いてありますけども、原口先生が一番悪いタイプの2度打ってたんですね、3回打ってるしね、それで、原口先生は東洋医学的に言うと癌になる体質ではございません。どちらかというと脳梗塞とか心筋梗塞になるタイプなんですけども、それは癌になってしまったと。それからやっぱ食が悪いと。これはもう原口先生と一緒に YouTube に出てるから言う話ですけど、先生食べ物悪いですよって言ったら、とんでもない、私はね全部お菓子は千引き屋なんですよって言ったら、ブランド品とかそこじゃなくて食べてるものが植物性の油が多いとか、ね、生クリームが多いとか、そういう話をしたんだ。あの塩クリームだったら10個食べれますとかね、長崎ちゃんぽんだったら2杯お借りできますとか、コンピュートが好きですか、カステラが好きです、私は佐賀の人間なんで、諸外王なんで、お酒も好きなんです、それじゃダメなんですね。まあ私だけじゃないですけど、何人かのドクターが一緒に治療をしていて、私は主に 食事の方とかね、そういうことから入っていったんですけど、まあすっかり髪の毛も全部生えてきて、ふさふさしてきて去年の今頃は一本も毛が生えてない状態でした。まあそんなことで、まさに同じです。この病気を治ることから、なぜ病気になったのか、もちろんだけではないわけですね。だけでなるんだったら、もっとたくさん人はわけですよ。やっぱ生活習慣、食習慣、こういうのがものすごく強く影響している。なのでまさに上位の話ですね、病気を治しながら、なぜ日本がこんな国になってしまったのかっていうことを紐解いている本でございますので、今日も売っておりますので、よければ私サインいたしますので、ぜひお買い求めください。私は別にそれこそ超党派でやってますね、西田昌司先生ね、西田先生は自民党ですけど、西田先生とはこういう本を書いたり、こういう本を書いたりしてますね。この本もアマゾンで政治部門で1位で、この分は1位、これも1位でしたね、こんなの貸してます。みんなとても出てる本でございます。先ほど申し上げましたけども、私は別に政治家になりたいわけではないわけですよ。発言力を行使しなければ世の中は変わらないわけですよ。本当に何でもいいから政治家になりたいって言うんだったら、私は今すぐ維新の会に入ります身を切る改革だとか、ね、言えばいいわけです。そうじゃないんです。ちゃんと世の中を良くしなければいけないという思いなわけです。ですから最も困難で最も遠回りをしているかもしれませんけども、誰かがやらなければいけないというふうに思っています。で当然ですね、こういう活動をするとたくさんいろんな敵が来ます。私もね、盗聴されたりとか、尾行されたりとか、
子供が誘拐未遂にあったりとかもたくさんいろんな闇にあってます。でもなぜやってるかって言ったら、この国を、この国の病を治したいという非常に強い思いでやってるわけです。で、まあ、その発足記念講演会で、林勝先生、それから武田先生ね、もちろん赤尾さんとか内海先生とか、こういう先生たちがね、永井さんも今は西東京市議会議員で間違いないという感じで来てくださいますので、ぜひ皆さん来ていただくことをお願い申し上げます。政治資金パーティーですのでお金がかかります。2万円です。でもどっかの自民党の政治資金パーティーのように面白くない話を10分ぐらいして乾杯したら、あとは食べ物食べて帰っておしまいと、そうにしません。ちゃんと2時間なら2時間の中で皆さんに講演をいただいて来てよかったなと。これだけのメンバー集めるんだって2万円ぐらいかかりますから。そうですよ、例えば武田先生と内海先生が一緒に講演することなんてもうないかもしれません、ね。永井さんには政治と宗教の話ですね、自身も総合学会2世で、生まれる前からですよ、お腹の中にいる時から D.A. 作さんの寵愛があるんだよとお母さんに妊娠した時から撫でられて、で総合幼稚園、小学校、中学校、大学と行ってみて、近づいていくと分かるんですね。皆さん富士山登ったことあるかしら。遠くから見てると豪々しいんですけど、上の方に行けば行くほどゴミだらけです。だから遠くから見て立派に見えても、その近くに行った時にその人の本質が分かるわけです。私もそうですよ、従業員の特に流すからね、先生オペが終わったのにもうすぐ街頭演説行っちゃうんですかって言ったら、そうだよって言ったら、どうして最後まで見てあげないんですか。いや途中でってほったらかしていくわけじゃなくて、他のドクターが最後麻酔をね冷ましたりとかするわけだからいいだろうって言ったら、じゃあ あなた私の街頭演説見たことあるのかいって言ってみたらね、帰ってきたら泣いてたんですね。そんな大きな思いまでやってるとは思わなかった。だからね、これはね、男と女と同じなんだよと。女性はやはり命を宿って、そしてお腹の中で育てて、産んで痛い思いをして、そして子供を育てると、自分の血液の一部を母乳にまで変えて命、体の子供を育てるわけですよね。男が死んでもできないことです。だから男はどうするかって言ったら、その子供を守り、妻を守り、家族を守り、日本を守ることに命をかけるわけです。僕は患者さんの命も守るけども、男だから、日本男児だから日本を守りたいんだ、だから両方やるんだと、大谷翔平と同じなんだと、両方やるのはものすごい苦難の道です。毎日本当に睡眠時間はもうここ何年間かもう3時間とか4時間ぐらいで、1日も祭日も休日も休んだことないです。というかそもそも僕大学を32年前に卒業してから今日に至るまで、今日は日曜日だからゆっくりするとか、今日は祭日だからゴロゴロしてるっていうのはゼロです。病気で休んだことすらないです。そもそもほとんど病気にもなりませんし、怪我をしても休んだことないです。今実は足が本当は良くなくてですね、選挙に出る、参院選に出る1年前に犬の散歩してたら、犬が城ヶ島の崖からピョーンって飛び降りて、サンダルのまま岩場に着いたら膝の内側側副靭帯と十字靭帯を断裂してしまいまして、で普通だったら車椅子です、人工関節とかね。でそれでも自分で針をやったり、針もできますから針をやったり、漢方薬を使ったり、だから膝の、自分の幹細胞を移植して、ごまかしごまかし、もう参院選になってしまったんでね、戦い抜いて終わったら入院して治そうかなと思ったら、いや街頭演説やってくださいよって言うからやって、終わって入院しようかなと思ったら大阪市議選に出てくださいって言われてね、まあそんなで、まあ今なんとかいろいろすごい先生たち、スーパードクターたちに治してもらって、今もそうですよ、サポーター入れたりとか薬を入れたりすれば歩けるぐらいにはなってますけど、それでも休んだことないです。なんでか、この国を良くしたいからです。子供が小さい時にディズニーランド行く時にも絶対パソコン持ってってビッグサンダーマウンテンで3時間待ってる間に原稿を書いてました。子供を海に連れて行く時にも必ずそうです。今は保険やってないですよ。昔は保険のレセプトとかってね、直さなきゃいけないから、紙袋にカルテを 200人分ぐらい持ってって、子供は海で泳いでるんだけど、自分は真っ裸で
あの日焼けしながらずっと6時間ぐらいカルテの見直ししたりとかしてましたし、子供たちも旅行にも連れて行けないから私が海外で講演することがあるんですよね。そういう時に連れてって、部屋2つ取ってお父さんはもう徹夜でずっと講演のための準備をしたり、英語で喋んなきゃいけないから英語の発音の練習をしたり、その自分で喋ってる姿を昔はビデオカメラで撮って身振り手振りの練習をしたりとかしてるから、子供たちは隣で寝てなさいと言って、海外連れてったりとかしたこともありますけども、本当に全く育児も全部ちゃんとやりました、うん、今はそうです。毎朝4時半に起きて、今はもう子供たちはもう上が24で下が22になりましたけども、8匹猫を飼ってて1匹犬飼ってますから、毎朝朝犬と猫のご飯を作り、うんちとおしっこの世話をして、全部手作りですよ。子供、あの犬たち猫たちの生活ね、健康を考えて、で誰も病気になったことないです。もう上の犬は10歳で、猫も10歳もいますけどね。